あのさ、MBTI の性格診断で俺がね、ENTP っていう討論者っていうくくりになったんだよね。その討論者の顔と草地をかけてくれたんかな。絶対論破されてそう。時間を稼げ。取りたくねえな。あのパン取りたくねえな。ちょっと待って、これ絶対あいつこっち来るじゃん。ちょっと待って、一緒に行くぞ。で、これさ、ちょっと待ってね。多分ね、パウをこっちに置けばこれで飛び越えんのかーい。パウでせき止められんのかと思ったら、お前普通にこっち来んのかいな。いや、でもね、ちょっとは遅延させられると思うんだよね。ほら、上に上がってる時間を使って、これで一気に攻める。まだる。攻める。まだる、ちょっと怖いってじゃない。誰か俺に勇気をくれて。お前戻ってくるのが早いんだって。あ、この隙。ごめんごめんごめん。行くぞ。みんなこれ難しいのはね、このまま全速力であの右側のパートルとね、その右にあるドッキの方にぶつかっちまうんだよね。だから、若干のブレーキをかけてパワーを取らなきゃいけないんだけど。はい、来ました。はーい、ありがとうございます。これ、2個だったら多分飛び越えらんねえと思うから、こういう感じで。うん、いけんのかい。嘘でしょ、ちょっと待って、ね。嘘だと言ってくれ。やばいやばいやばい。くんなってお前。くん。みんなこれ分かったのが、パウの1段目と2段目に若干の差をつけるとね、ドッキのこっちこれだけなんだよ。あ、くんくんくん、気持ちいい気持ちいい。ノージル、ダーピダピュー、これも。はい、ありがとう、センキュー。サージンチャンネル、チキチキチキンレース、チキチキチキンレース高速でやってきたと思ったけど、途中で止まれてきた。思ってたより早いじゃねえか。止まんのよ、この辺か。ちょっと待って、この辺だ。オッケー、やばー。え、結構余裕なの、ふざけ。ちくわりすぎんだろ。ということはさ、もうダッシュでいって、ほとんど止まらずにジャンプして、そのままの扉に入んなきゃ。結構難しいぞ、これ。いや、もうこれあれだな、一回ブレーキかけてもいいからさ、入ることだけに集中しても良さそう。あ、ここ、あ、いけたじゃん。え、これいけんでしょ、ちくわ、うわ、え、ちょっと待って。これマジでブレーキ一回もかけちゃダメじゃねえか。ノーブレチキチキ草地、あ、ノーブレチキチキ草地、ちょっと言いづれだよ。来たでしょう、これ。うわー、ちょっと待って、やだよ、ガスラ。待って、もうやだって、これクリアにさせてくれ。あ、間に合ってないですよねー。ワンアップしてんのかーい。もうこれほとんどさ、左向いちゃダメなんじゃねえか。若干でもブレーキかけたらさ、あ、いけたんじゃねー。これさ、大ジャンプした、今回小ジャンプだったじゃん。大ジャンプするとそれだけでロスになるからね。これでお願いします、お願いします。あ、無理じゃねえか。あ、いけたー、あっちでいけた。めちゃくちゃ難しい。ありがとう、センキュー。草人チャンネル。ガチ脳筋分さんから逃げる神カーセウ。脳筋分さんから逃げる高速でやってきたんだって、これを押せばいいってことかな。これ、ちょ、ちょ、ちょ、これさ、押したらすぐあいつが来るってことだ。怖い怖い怖い。マジで怖い怖い、マジで。はぁ、はぁ、脆弱。ものすごい強いかと思ったら、ものすごい脆弱じゃねえか、あいつよ。パワーだけ全振りして持久力なさすぎ。肺が脆弱。怖い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 、なんかいろいろ言ってるけど、脆弱。怖い怖い怖い、復帰はまあまあ早いんですけど、大型の逆。ちょっと待って、まあ、これ初っ端から下でいいんだよね。上に行く必要なかったよね。で、ここ当たんないように、オッケー、微小生の肉さん。ちょっと待ってくれよ、ボムちゃんな。脆弱の脳筋分さんがこっち来るんじゃねえかな。お願いします。うわ、ちょっと待って、これ。うわ、きつ。怖いな、怖いな、怖い、ちょっと微小生の肉さん。あー、あー、危ない、あ、あー、ちょ、怖い怖い怖い、来てる来てる来てる、脆弱のおきむさんが来てる。脆弱、けけけけけ、ゆっくり行こうぜ。これは一回ジャンプしてからのこう、ジャンプ、ジャンプしてからのこう、よし、ジャンプしてからのこう、ジャンプしてからの、よし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 、はい、やべえ、ショウジャン、大ジャン、ショウジャン、オッケーオッケーオッケー、よし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 、よっしゃ、じゃあ今の分かった。うわ、来てるな、脆弱なりに頑張ってこっち来て。よっしゃ、それだけやめてくれって。足の目が来る、あいつが来る、やめてくれ。あ、みんなだいぶ差つけてきたぞ。ノーキムさん全然来たな、どうしちゃったのかな。ノーキムさん、ごめんなさいごめんなさい、急げ急げ、怖い怖い、もう一回、ちょっとこれきついって、マジで言ってんの。これでもう一回この上から行って、え、ちょっと最後きつくない、おい、あぶねえ、あぶな、それで最後あいつ落とせばいいってことか。 PZ、 あい、ごめんね、あぶねえ、手届きそうだったんですけど、ギリギリじゃねえか。ゴール、ありがとう、センキュー。草人チャンネル、大砲祭り、やべえ香りがすんなのね。無理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 、これはもう現実逃避させてもらいます。はい、ということで行かせていただきたいと思います。やだな、怖いな、ちょっと怖いな、怖いな、これマジで言ってるのか、かなりきつくない、怖いな、ね、怖いですけど、怖いな、どこが安全なのかもわからんて。いや、もうこれさ、いっそのこと猛ダッシュした方がいいんだね。おれ、慎重に行こうぜ、みんな。これね、赤だけ気をつけてればいいと思う。赤気をつける、赤気をつける、赤気をつけてるよ。
赤気をつけてるんだって。あーちょっと待って、定石というかさ、クリア方法がわかんなくないかこれ。どうやったらいいみたいなのなくね。あ、なんか来てるよ。あ、来てる来てる来てる。あ、ま、なんかだな。奇跡起きてる。なんでここまで来れたのね。奇跡すぎんか。もうこれ死んだらもうクリアできない気がするけど、これクリアするとみんな、クリアする上まで行かなきゃいけないのか。あー頼む、奇跡起きろ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 。これ奇跡じゃねえな。普通にこのやり方がなんか定石なのかもしれない。ちょっと待って。あ、ちょっと待って、これ思ったんだけどさ。普通、お前普通に届くじゃねえか、バカ誰が。草人チャンネル。救済がクリアするのに3日かかったスピードランでクリア率 0.59% マックサージだったら5分でクリアできるだろうな。制作者がクリアするのに3日かかったスピードランでやってきたと思ってくれ。こういうことか。制作者はね、3日かかったらしいです。草人だったらね、5分、3分で寄ったけど、3分はさすがに無理だな。5分、こっち、これ、投稿者学習もともとなんかできそうな感じのズルあったぞ。いや、これズル。どうしよう、どうしよう、どうしよう。うわ、これ、こっちからダッシュして、いけんじゃん。うわ、でも上に行かないといけない。あ、いける、いける。え、マジでズルできんじゃん。え、待って待ってて。5分どころか。え、これでクリアとかだったら、1分ぐらいでクリアできんじゃね。あー、届く、多分届く、多分届く。いや、でもどうなんだろう。制作者さ、なんかガチで頑張った的な感じで書いてあったからさ、これわざと投稿者隠しではないかな。俺がズル見つけちゃったから、どっちなんだろう。いや、でもあんなとこ1マス開けてないから投稿者隠しなんか。はい、ということで、本当に3、4分でクリアできちゃいますな。しかもベストタイムありがとうということで、せっかくだったらちゃんとクリアしていきたいと思います。はい、ということで、ね、制作者がクリアするのに3日かかったスピードはね、草人だったらね、まあ1時間以内でクリアしていきたいと思います。よろしくお願いします。さっきはね、ズルしてね、5分以内に3、4分でクリアしちゃいましたけどもね、今回はちゃんと真面目にやってもね、まあね、9歳の子が3日かかったぐらいだったから、草人は1時間でクリアできるんじゃない。いや、でもね、今の9歳舐めない方がいいからな、正直。今、帰って9歳ぐらいの方が上手かったりするもんな。なんか小学校3年生ぐらいか、そうぐらいの年の子の方が実は大人より上手いなんてこと全然あるからね、今のこともあんまり舐めない方がいいんだけど、それでもマリメ実況ずっとやってるけど、俺どっちに進めばいいんだ、どう行くのが正解だ。まあ、いや、死ぬんかーい。これ多分本当はさ、この後そうすぐ下行ってからもう一回戻ってスピンみたいな感じだよな。いや、でも普通にここズルできるけど、まあ、いいや、とりあえずこっちから行きますか。だから、パウはそもそも必要なんかこれ。いらねえんじゃねえか、パウ。俺間違えて持ってきちゃっただけ。まあ、いや、とりあえず持ってくか。そんなに、持ってて。あ、ばい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 、持ってなきゃよかった。さっきパウ持ってたからさ、ここのリフトの後、ここ、壁キックできねえなとかいろいろ考えたら、普通になんか最近リフトの方が下行っちゃったじゃないかな。パウ持ってなきゃよかったじゃないかってことで、これ、あ、もう一回戻んのか、これで温水中。だったら普通に、なんか、俺がやった方以外にもズルありそうじゃねえ、このコース。まあ、いいや、とりあえず、このまま行くか。え、どういうこと？え、あ、それでこっちに来んの？え、なによくわからん。え、こっち正規ルートだったの？みんなわかったわ、これどうやって進むのか。とりあえず最初ね、これでもズルできるわ。結構ズルポイントがありますということで、これでボヨンした後に俺がこのまま飛び越えちゃったけど、こう飛び越えずにこうやることなんて、ここで鍵をゲットできんだわ。こうやって進んでいくんだわ、ほんとは。はい、全然鍵取ってきましたよ。それでさ、いやでもさ、このコースさ、クリア率確か 0.5% ぐらいじゃなかったっけ、忘れたけど。なんかまあまあ低かった気がするんだよね。みんな案外ズル気づかなかったんかね。あー、コラコラしちゃったー。みんな多分あれだな、別に気づかなかったんじゃなくて、普通にちゃんとやったんだよな。俺みたいに性格悪くないからね、ちょっとね、制作者の穴を見つけようなんて、そんな性格のあるやつになかったってことよ、多分そういうことだよ。そういうことにしましょう、皆さん。みんなちゃんとね、投稿着地なんて見つけずにね、制作者の意図を組んで何をすればいいんだ。あ、糸を組んで、こういうことか。糸を組んで、ちゃんとクリアしましょうということで、これで鍵をゲットして、そしたら、こっち側に来て、下に行って、こう来て、それでこういうの扉入るってことは、これ時間間に合うか、残り10秒しかないんですけど。あ、おい、ふざけんなよ。はい、ということで、戻ってまいりましたよ。ちゃんとゆっくりと、こっから。はい、オッケー。で、あ、でも、時間見てなかったな。残り10秒ぐらい。あ、でも多分、扉入ったら終わりだとは思うんだよな。これで行きますね。残り7秒、大丈夫か？うわあ、でも大丈夫、近い4つぐらいだったらいけるわ。ということでみんな、ゴールありがとう、センキュー。
また明日だ。